どうも皆様いかがお過ごしでしょうか、うかでございます。というわけで続きをやっていきましょう。実況パワフルプロ野球13決定版続きをやっていきたいと思います。状況的にはなかなか気合が溜まってるんですけど、まあここは一旦休みたいと思います。休憩どう、あ、ゆっくり、あー体力全開、普通に結構使っちゃっていいのかな体力は。お出た4番ってエースはおいらでやんすかねっていう、まさかの外野手、まあ当然なんだけどね矢部くん。あー養老、なるほどね。はい、そしてファースト、はい、いいじゃん。スタメンは以上、まあそうだろうな、ベンチ入り。まあさすがにうまくいくわけだよな、そんなすぐにはね。ミラクルは起きなかったでやんすと。まあ方針だから仕方がないと。いや、よかったね。でもなんか、評価が下がらなくて、評価というか、気合が。ちょっとね、アイテムショップ行ってみましょうか。いくらぐらいすんのか。うい。お買い得用途3万、ぐーっ。あ、弾道プラス1とかあるんだ、パワーが。いや、結構いいね、これ。マイティバット。へえ。あ、全体的に能力上がったりするんだ。あ、これはいいわ。コントピッチャー。あー。買いだな、これは。ヘビースパイク、スタミナ以来は別に。へぇー。あ、能力にそのまま影響するんだったらこれいいじゃない。まあ、おいおい金が貯まったらやりましょうか。あるいはバイトするのも手だと思ったけど。あ、でもそっか、道具の力で結構やった方がいいのかもしんないな、こうなったら。それダメなのかな、道具の力で強くなるっていうの。うい、もう一走りしとこうか。ゲはないだろうと。はい。どうも、うかでーす。自主トレでもしてないのか、暇だったんだね。なるほど。暇つぶしてトレーニング。雰囲気で。へぇ、勝負。どんな。どうする、いいぜ。俺の実力見せてやるぞ。どう、全然当たんない。うわ、思ったより大したことないな。見込み違いだったか、最後にしようか。うおー、気合が入った。お、あの気合は、まあいい。これでラストだ。うおー、何ピッチャーライナー。なんとか取れた。疲れ切ってるはずなのに今日以上のスイングだと？へっ、最後にやってやった。ぶっ倒れんのかい。今のスイングが常時できるようになったら。倒れたまま眠ってやがる。すごいね。やる気が絶好調になったのよかった。嬉しいね。よっしゃ、がっつりじゃ使いましょうか？だったら。みんないる状況ですし。まあ、養老さんも、にぎりさんもいるから、じゃあ思いっきり。気合超注入！どうだこの能力。結構上がったぜ。あ、予選。大丈夫かな、お、そうだね。いいかもしれない。悪くねえな。かっこいい。あの3人組、でっかい夢だなと。中学生。おー、なんかでかい夢を言う。なんかなかなかいいじゃん。言葉に出すのはね。そろそろ、ゾロゾロと帝王の、天下の帝王の選手が、そう、恐れディアンス。スコアブック。なるほどね。お前どうなんだよ。友作行きますよ。行っちゃった。専属トレーナー、専属トレーナー、マジかよ。なんてやつだ、ほんとだよ。エリートなんだね。はぁ、ディアンス、コールド負け、マジか。ピッチングすごかった、へぇ。大阪行く、真っ暗くらディアンス、初戦敗退、あー。9月下旬にはあると。まあ、1年生は、あ、気合が。まあ、最後の練習できたのよかったよ。養老さんと。うわぁ、泣き、ものすごい悲しい。そうだね。次の代のキャプテン、誰？一年生はねえだろ、さすが。お！にぎりさん。はぁ、ちょっと頼りない部分はあるが、お前しかいない。よろしく頼むぞ。了解したでごわす。キャプテンとして、七年抜刀して、七転び八起きじゃねえの。そうだよね、ほら。うん、頑張るだぞ、あと。ごわす！おぉ、にぎり新キャプテン、頑張ってくださいよ。ちょっと能力アップで。結構溜まったんじゃない？これどう？肩アップのエラー、守備力ひどいな。守備力を攻めて F ランクぐらい持ってこうか、まずはちょっと。はい。あ、37%。大丈夫！気合注入！どうだ？あーしゃい！生き残った！生き残ったって表現おかしいけど。スティーブはピザから生まれた。何それ？いい匂いしない？お、香ばしい匂い。お、3色クリームコロッケ棒。何それ？うまそう。揚げたての、スティック状コロッケ。中のクリームがホワイトクリーム、激辛カレー、コシアンとか。コシアンは嫌だな、でもそれ以外は超うまそうなんだけど。どう味は？あー、200円。おい、1本しかない。あー、マジか。じゃんけん。よーし、勝ったーさあ、食い！お、スティックを半分に折れば2人食べられるじゃないかと。いいじゃん。お、さりげなくちゃんと耐える。やっぱいい。金は使うんだな。まあ仕方ないけどね、それは。
どうしようかな。あ、にぎりさんしかいねえな。だったら、ちょっと、どうしよう、打撃、いや、筋力でこれ森中さんが結構、頑張れ、とぅ気合注入。適度に使っていきましょうか、こういうのはね。あ、練習、いや、ちょっと能力アップして。で、技術が溜まって、守備アップと。もう一段階上げたいな、F。練習。あ、体力どう？ 57% は怪我すんな、普通に。休みましょう。ゆっくり休もう、いいじゃん。ゆっくり寝れればラッキー。うーしゃー、いいじゃん。全開なんだね。だいぶ体力回復しますからね。これ楽っちゃ楽ですよ。矢部くんいるね。よいしょっとー、気合注入ー。ちょっと溜まりました。で、スカイ暗くなっちゃったと。おい、ショートカット。大丈夫。お、神社。あー、なるほど。いいじゃん、秘密特訓。いい感じ。よかった、やる気さが、やる、なんか、体力とか下がんなくて。結構大、なんか意外といいイベントが多いね、今回。よし、守備 F。これで G はなくなった、全体的に。総力上げてこう。よし。あ、筋力上げとこうかな。どうしよう。上げとこう。はい。70、D には多分80ぐらいからなんのかなって気しますけど。よいしょ、練習。まずはこれ、にぎりさん、あ、守備いんのやってこう。よいしょー。誰もなんか感化してくれなかった。残念。あー、さすがにちょっと、やりすぎたな、ちょっと。はい。もう気合いな、怪しかった、使いすぎた。気合保留しとけよかったね。つい使っちゃったけど。もう今使えないですからね。アルバイト。しようかな、しとこう。はい。コンビニデパート、バッティングセンターだな、やっぱり。うん。バス戦、バス戦。9000円手にあるぞ。マジか。引かれんの？うわ、体力も下がるし。どうしたの？余分に元気なんだよな、あと。あ、いいじゃん、気合入って。で、休みましょうか。休むで。どれぐらい気合が回復すっか。体力は全開ではないものの、まあ、よし、しましょう。掃除。あ、わかりました。さっさと行ってこい。連れて行かれる。やべくの評価下がる。まあ、そうだよな。それだね、勝手にも連れてこれて。お !3 万いいじゃん。うわぁ、やべくに引かれちゃった。なに？よさげなバット打ってる。ほう！ほう、なるほど、いいじゃん。ちょっと行ってみようか。安い、アイテム、お店で3万300円、今。いらっしゃい。さあ、あ、ミートバット、ミートプラス1、パワープラス5のがいいな、なんか正直。あの、どうしようか、他になんかない？あ、でもせっかく3万貯まったんだから、もうちょっと貯めようかな、金。保留で、うん。もうちょっといいバットを買うことにします。で、練習して、どうしようかな。ミーティングしてみよう、ちょっと。あ、福田さんから何かちょっともらえたらいいと思うけど。どう？あ、なんもない感じか、これ。不安。お、どうする？いいもの。ルーキーの守り、何それ？はぁ、試合での負担がかなくなる。軽くなる。はぁ、そう。裏がある、何？あー、なるほどね。経験点がなくなっちゃうってパターンなんだね。そう。まあ、お店に行ったら買えると。まあ、おいおい考えていきましょうか。さあ、秋、どうでしょうか。1年生もこれで選ばれる可能性なきにしもあらずでね。松田、おー、選ばれた松田。いいじゃん。あー、にぎりさん。そっか。外野手どうだ。あー、ダメか。せめてメンチ。以上。あー、全然ダメか。松田いいもん持ってんな。気合抜けた。あー、さすがに下がってくるか、これから。まあ、仕方ないよな。気合をちょっと貯めましょう。で、回復と。試合は、あ、機材。おー、やったー。あらまーす。バーベル、いいね。筋力アップ。で、休むと。よし、ようやく気合が普通になってきた。さあ、予選頑張ってくれよ。バッチリです。大丈夫、よくわかってるよ。あの、秋の大会はね。はい、こう。よ、あの、どちらと言ったら、この関東予選ですから、最低。あ、バス停前か。さあ、頑張れ。頑張って応援するぞ。結果は？まだわかんない。そんなすぐ、あ、負けたの？バス停前に負けんの？マジかよ。あれ、弱走って有名だぜ。弱走っつっちゃって。筋力、あ、バーベルは5回か。よし、使っとこうか。1回使っとこうか、気合。あんま使わない方がいいかな。満タンになるまで待ちますか？いや、イベントで満タンになる可能性があるから。それは保留で。あ、難しいな、でも。えい。あ、何に出場する？綱引き、玉入れ、借り物競争、応援合戦、フォークソング。フォークなんすか？組対抗メドリーリレー。ミリレー頑張るよ。みんな集まってくれ。うい。バトンタッチのタイミング忘れないで。あ、めっちゃ練習するよね。覚えてるわー。うい。気合全開だ！キラー！
すげえ、おー全部使っちゃうよどうだ今日すごかった。お、やったね。俺は頑張った。そう、みんなのおかげで頑張ったからね。出すんだよと。頑張るでやんすーと。で、疲れ取れて、あーよっしゃ、気合戻ってきた。なるほど、気合だーの時に使うことができるんだね。気合ポイント。なるほど。消費してさらに強くなると。よし、パワーが D と。総力も E。よーしよし、全体的に強くなってきたぞ、そろそろ。練習しましょう。誰、みんながいるところでやりたいな。守備練習。ちょっと気合はためません、これ、まずは。もうちょい後半の方がいいかなっていう気すんだよね。好調ぐらいになって使うみたいな。これちょっとやる気はどうなんだろう、気合になるのかな、まんま。評価としては。合宿、おい、冬なんだ。11月4週目から12月3週目。はい。覚えておきます。憂鬱なんだ。へへへ。休みなしでガンガン行くぞと。はぁ、なるほどね。わかりました。で、あと1ヶ月後だ、まさに。頑張りましょう。とりあえず、どうしよっか。じゃあ、総力はい。気合は貯めるという感じでいきます。11月。もう一回練習しとこう。で、はい。打撃。できれば、こう、合宿とかで気合を使っていきたいんで、合宿も貯めたいです。気合も貯めたいですね。お、気合入った、ラッキー。すげえ、監督の評価も上がるし、気合も上がるんだ。11月2週目、どうしようかな。精神練習でもやっとこうかな、とりあえず。はい。で、次、体力、全開に。休みます、次。はい。危ない、危ない、危ない。危ねえ、今、間違えた。休むと。よし、どうだ、これで。おい、さあ。パワーアップ合宿、いいじゃないですか。体力全開になって。空気美味しいなと。山盛りでもするか、行きますって。で、お、いい旅館じゃん、なかなか。はあ、ちょっと休憩するよ、と。空気もいいでやんす、と。冬、あ、雪で、なるほどね。どこのこれ、やつ、これ。見覚えの。あ、まさかこれは帝王実業じゃないこれ。大ニュースでやんす。あ、プロ野球選手がミニキャンプ、あ、プロなんだ、マジで。へえ、すげえすげえすげえ。合同自主トレ。はあ、飛び入りで参加する。一般人もウェルカムの練習場。へえ。行っても無駄な気がする。まあ、チャンスね。行ってみようか。行くに決まってるよ、と。監督。そう、プロ野球選手がそうなんですよ、と。なるほど、ジャガー。え？お前らだけ単独、あー、その口がいいのか。怒られたか。あ、そういう自信は嫌いじゃない。あ、いいの？ありがとうございます。はい、ありがとうございます。しっかりプロのね、ちょっと、技を磨いていけ。お、ファイターズの選手。え、誰？小田選手。へー。オープンな練習場だ。まあ、頑張っていけよ。ありがとうございます。感動だ、と。合同練習、すげー。はあ、気合マックスの状態でしかもプロと練習ができるというところで次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。うおーっと。しかし、ちゃんと意外と、おーしゃ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 、とりあえず平面。いや、おー、まだだ。よしゃ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 。はいやー、えいやー。なんかできないの、無視とかそういう。あ、武器だ、武器なっちゃった。オッケー。うおー。はいやー。飛べ巻き場を、よいしょ。オッケー、いったぞ、おらー、この野郎。パンチー。